治療室しかも最初の読解力が必要なものでありますが、読んでいただければ必ず皆さんの学校にもお役に立つような内容であるということは私が自信を持って保証いたします。私の会社は日本経品室というマネージメントの賞で日本一を取っております。それ以前につきましては、三重県の経品賞、学校にも学校経品室がありますよね。それを3度受賞しております。あとは、三重県の賞でいうとワークライフバランスの男女が一日働いている企業賞も繰り返し表彰いたし、この知事賞に頂いています。あとは昨年は日本環境経営大賞という、環境経営賞も環境経営優秀賞と頂いています。それから昨年12月には地域思いビジネス大賞、これも知事の賞、 CSR ご存知でしょうか。社会貢献をしまして、その大ビジネスを通じてそれをやっているという賞でございます。そういった諸々の賞を受賞しております会社でございますけど、何時までやったっけ、11時半までね。はい、若干もういいのよ、若干質疑も入れながらちょっとずつ消してみようか。それであんまり真っ暗ですね。こういうふうにちょっと暗い、もしかしたらビデオ撮影をしているので、はい、では万華鏡製薬の会社名についてお話しさせていただきましょうか。見ますよね。はい、今こちらに出ておりますのが、またちょっと映るようにしてください。万華鏡製薬でございます。はい、これが私もが作っております、製品の様々な一覧でございまして、皆さんおそらく一度は環境整備の商品をお使いになったことがあるかと思いますけども、日本中の、製薬会社、また化粧品会社のアウトソーシングをしています。いわゆる開発をしたり、製造をしたり、流通したりということです。日本でこういう会社、で、大体10社ぐらいあるんですけども、スキンケアだけやってるのはほとんど私たちだけでございます。会社の仕組みだけでなく、やってるサービスも非常にオリジナリティの高いものであるということをご認識いただければと思います。はい、ここは見ましょうか。弊社愛用剤、軟膏、クリーム、液剤、今日は何をお渡ししてるの、高島さん。なるほど、ちょっと開けていっていただいたら、さっきよりなる岡高校の